皆さん、こんにちは。オリバー翻訳田歌丸厚です。ついにテレビアニメ、七つの魔剣が支配する、本日放送開始です。えー、すごくね、ワクワクする魔法という世界観、そして建物だったり、魔法生物だったり、そんな中に、ものすごく各キャラクターの持ったシリアスな気持ちだったり、要素だったりが加わって、えー、ものすごく 相反する2つの良さが混じり合った素敵な作品になっておりますたまる演じるオリバーがその中で果たしてどうなっていくのか表に見せてる面とは違う裏の面というものありますのでそちらもね楽しんでいただければと思います以上たまる敦史でしたぜひ見てください